待たせたな。府中飼育を応援するターミナルレグス代表の殿村です。今回は餌の種類についてお話しいたします。ピンクマウスを与えないと大型がしないとか、ゴキブリが苦手なんだけど府中飼育できるとか、そういった疑問にお答えしていきたいと思います。このチャンネルではですね、府中に関するさまざまな情報発信とかお悩み相談っていうのをお受けしておりますので、まだお済みでない方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。はい、まあ、結論から言うと、私の方ではですね、基本的に家コオロギを与えてムカデの、ムカデやタランチュラの飼育をしています。特にムカデに関してですね、家コオロギ、非常に嗜好性が高い、よく選んで食べてくれる、あるいは長期飼育とか繁殖にもすで、に家コオロギを用いて、成功しているので、メインで使っています。正直言ってですね、実績のある餌っていうのが重要です。あえていろんなことを試さなくてもすでにうまくいってる方法があるなら、そこに向かってやっていくっていうのが、早くうまくなるコツなんじゃないかなとは正直思っています。まあ、とはいえですね、手に入りやすい入りにくいとか、デメリットメリットさまざまありますので、まあ、一つずつ解説をしていきたいと思います。はい、そしてですね、他の餌として黒コオロギ、レッドローチ、デュビア、ミルラム、ジャイアントミルラム、ピンクマウスなどいろいろ餌があるわけなんですけれども、まずは家コオロギは実績があるよということで、もう一つ実績があるのが黒コオロギです。黒コオロギっていうのは双星コオロギの、まあ、選別交配と言われてるんですけれども、家コオロギに比べて、大型ですね、やや、大きいというか結構大きい、コオロギです。なので大型種に与える際っていうのは数が少なく済んだりとか、あるいは満足感を与えやすいというメリットがあります。でメリットとしてはですね、顎がかなりね大きいんですよ。なので稀に逆襲してしまう恐れがあります。こういったのを避けるために初めて与える場合は顎とかを、潰してから与える、これが重要になってきます。こちらに関しても黒コオロギのみで繁殖まで行ったとか長期飼育できたっていう答えもたくさん知っておりますので、同様にですねおすすめできる餌となっております。次にレッドローチですね。こちらですね、タランチュラにはかなり有効だと考えています。ややですねサイズが小さいので幼体向きではあるんですけれども、有効です。ただしですね、ムカデに関しては少しだけ注意が必要で、やや敬遠する傾向があるんじゃないかと考えています。まあ、完全に食べないってわけじゃなくて、お腹がある程度いっぱいの時はあえて食べないというか、そういった傾向があります。空腹時はムカデは何でも食べるんですけど、もう一押し食べさせたい時とかに避ける、好き嫌いされやすいのではないかなと考えています。まあ、必ずしもね、全ての個体がそうだっていうわけではないので、そこはちょっと勘違いしないでいただきたいんですけれども、あれに食べない個体がいるよっていう、まあ、そのくらいに捉えておいていただければと思います。まあ、ただしメリットはあって、キープが簡単だったりとか、卵を産むので卵は鞘に入ってて管理が簡単で、自分でもサイズがたくさん揃えやすい、あるいは長期のキープが楽なんていうメリットもあるので捨てがたい存在です。まあ、正直家コオロギよりはるかに個人宅で管理していくのは楽です。はい、そしてですね、デュビア、これもかなり強い餌ですね。大型の餌であるっていうのと、幼体がですね、幼虫が卵ではなくて卵体性で、メスがですね直接子供を産みますから、こちらもキープが簡単です。サイズが自分で揃えやすいっていうメリットもありますし、これも自分でやっていくっていう中ではかなりのメリットがあるんじゃないかなと思います。まあ、大型ですので当然南米の大型のタランチュラとかムカレとかそういったものに与える際にもボリュームがあって有効ではないかなと思います。はい、そしてですね、ジャイアントミルワームですね。ジャイアントミルワームもかなり大型なのでムカデやタランチュラにとって良い餌です。まあ、ただ成虫になってしまうと途端に嗜好性が下がるというか、なんか匂いを出したりとかして食べられないようになんか対策を取ってくるので、成虫になる前に使い切るっていうのが重要です。そしてミルワームですね。ミルワームも、有効な餌ですね。爬虫類だとカルシウムが不足したりとか、リン、カルシウム比が悪いからあまり使わないっていうのがあるんですけれども、まあ、骨が ありませんから、基準にあまりそういったことは考えなくてよくて、幼体の初期の餌としては結構有効ですね。はい、使える餌だと認識しています。まあ、問題があるとすれば、こちらも成虫になってしまうと一気に嗜好性とか栄養価が下がってしまうっていうのがありますので、幼体のうちに使い切るっていうのが重要になってきます。はい、そしてですね、まあ、みんな気になってたところ、ピンクマウスですね。ピンクマウス、ムカデとかタランチュラとかに、与えてるよっていうマニアの方も結構多いんですけれども、
まあ、メリットとデメリットをお話しするとですね、まあ、メリットとしてはやっぱり虫と比べてはるかに高い栄養価を含んでいるというのがありますよね。まあ、1回で大きな栄養を与えることができるので繁殖を狙っている個体なんかにはかなり有効です。まあ、ムカデでいうと南米のスコロペンドルギガンテとかスコロペンドルガラパゴネシス、あのペルビアンジャイアントとか、ね、ガラパゴスジャイアントとか、そういったの言われている種類も特にメスなんかはですね、産卵前にはかなり有効だと思われます。またアジア産だとスコロペンドルデハーニ、有名なところだとベトナムのベトナムイエローレグ、ベトナムオムカデですね、なんかに与える際にはかなり有効です。ただしですね、他のムカデに用いたりとか、まだ体が育ってない小さなムカデに与えると、まあ、食べ残しのロスがかなり大きかったりとか、それが腐敗につながったりとか、そういったことがありますので、必ずですね、食べ残しの除去あるいは糞の除去というのは直ちに行う必要があります。かなり、栄養価の高い餌ですので、後処理っていうのは、重要です。はい。まあ、最後にですね、どの餌にも共通して言えることっていうのは、食べているのか確認することですね。なんか入れてなんかちょっと食べて、OK って考えてる、そこで止まってる人意外と多いんですけれども、きちんとまだ食べるんじゃないかって試したりとか、本当に満腹なのかっていうのは重要な部分です。はい。そしてですね、コオロギは、基本的にガットローディングっていうのが必要です。まあ、ガットローディングってのは何かっていうとですね、要はコオロギとかに良い良質の餌を与えてコオロギの栄養価を高めてそれを寄虫に与えようという作戦ですね。まあ、もう一つダスティングっていう粉とかをまぶして栄養価を高めて与えるっていう方法もあるんですけれども、ダスティングに関しては寄虫に対してはあまり不要ではないかな、あまりいらないんじゃないかなと考えております。カルシウムの、ね、要求量がそんなに高くはないと思いますので、基本的には不要かなと思います。まあ、結論から言うとですね、結論を言うと、まあ、きちんと食べてるか確認すること、満腹になってるのか確認することですね。それから食べ残しを、きちんと取り除くこと、それから脱皮前の給仕はね、逆襲の恐れがありますので避けること、食べなくなったら一度別の餌を試す、そういうことが重要です。はい。ここまで、まあ、餌の種類とね、簡単な与え方の、解説をいたしました。まあ、基本的には週 1,2 回、食べるだけ、その場で食べるだけ与えるっていうのがポイントになってくると思いますけれども、まあ、何かね、こういったものが参考になればいいなと思います。概要欄にコオロギの通販も、載せておりますので、よかったらご購入いただけたらありがたいです。よかったらですね、チャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いいたします。はい。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。